突然ユカリーのナビなしで進むことになったサンジョちゃんと男3人。しかしこれまで培った経験と野生の勘で難なく進んでいくサンジョちゃん。ゴール手前でタンクに襲われ窮地に陥るもギリギリで生き残り、親戚ゆかりとの合流地点の目印である大きな橋にたどり着いたのであった。うおう、とうとう橋に着いた。ゴールは目の前じゃ。ぴょん。ここ素早く取らないと野郎どもに取られるぞ。アドレナリンとパイプボムは必須だ。クソ、ショットガンがねえ。ん？無線？もしもし。あ、よかった。無事たどり着けたようだね。あ、ユカリーさん。ひどいですよ。いきなりナビなしで進めだなんて。まあ、なんとかなりましたけど。まあまあ落ち着いて。怒るのも無理ないけど、この声を聞けば、その怒りも収まるはずだよ。声。あ、もしもし。ん？この声。マキ。ゆかちゃんの声。よかった。無事だったんだ。ちょ、なんでマキの声がそっちからするんですか？それは私から説明するわね。あ、親戚姉さん。ヘリで合流地点に向かって飛んでたら、この子がゾンビに囲まれてるのが見えてね。赤の他人なら見捨てるところだったんだけど、なんか見覚えのある顔だったから、ユカリーに操縦代わってもらって、下に降りて助け出したのよ。すっごかったんだよ。マサーって、かっこよかったんだよ。ふふ。そしたら、あんたの彼女だって言うじゃない。前にあんたが、写メで彼女のこと自慢してきたのをうっすら覚えてたのね。それがなかったら見捨ててるところだったわ。え、ゆかちゃん私のこと自慢してくれてたの？あれ？ゆかちゃん。ばっか野郎。何一人でこんな危ないところほっつき歩いてんだよ。ただでさえのろまなのに。あんたなんかすぐ死んじゃうんだぞ。ごめんなさい。でも、ニュースで、ゆかちゃんが旅行に行った国が大変だって知って、じっとしてられなかったんだよ。だからって単身で乗り込むなんて。まあまあ、落ち着きなさいよ、三女ちゃん。今のあんたの、その気持ち、この子もニュース見た時に思ったはずよ。恋人を心配しちゃうのは、仕方のないことだわ。まあ、それで身一つで乗り込んじゃうのはなかなか大胆だけどね。ごめんなさい。ま、そういうわけだから、あとは、あんたが橋のこっち側にあるヘリポートまで来れば、ハッピーエンドってことよ。決まりなさいな。橋の上では敵が無限湧きだから、相当厳しいと思うけど、ここからはまた、このユカリーがナビするから安心してね。へ、わかりましたよ。マキにいろいろと言いたいこともあるし、パパッと駆け抜けちまいますよ。それじゃあまず、右にあるレバーを操作して、橋を下ろそう。わかりました。えい！よし、それじゃあ、目の前のゲートが開いたらスタートだから、心の準備をしよう。準備か。ま、これまで通りにやるだけっすよ。サンジョちゃんさん。あん？もし途中で俺らが倒れても、振り返らずに進んでくれていいからな。最初からそのつもりだっつーの。へへ。さすがサンジョちゃんさんだぜ。ゴー！いいかいサンジョちゃん。このステージは止まったら負けたと思っているよ。幸いアイテムは揃ってるから、ユカリーの作戦通りにすればなんとかなるはずだよ。ち、やっぱショットガンが良かった。弾切れ。なるべく前から来る敵は倒そう。いざ。後ろに回られると結構厄介だよ。攻撃受けると動きが鈍るから一気に叩かれるし。いいね、ここまでも順調だよ。おっと危ない。この先はどうあっても下を進まなきゃいけないから気をつけてね。開けてるから四方から敵が来るよ。武器ガチャ、オッシショットガン来た。これで勝つる。やっぱショットガンの制圧力は最高だぜ。このままとにかくまっすぐに突っ走って、この先にタンクがいるんだけど、無限湧きでもタンクが出ると湧きが止まるからうまく利用しよう。わかりました。やべ、落ちたかと思ったぜ。玉ヒュンだね。いや、私玉ついてないからその例えはよくわかんないっす。
け、ジャッキー。でも止まると追いつかれるし、なんとか振り。最低。ああ、やってしまったね、三女ちゃん。男組も、ちょっとピンチっぽいから助けに来れるかわからないよ。あんのクソジャッキー、一生呪ってやる。あ、でも幸いなことに、タンク出現してるみたいだね。おかげで無限脇も止まってるから、助けも間に合いそう。おいおい、サンジュちゃんさん、らしくないぜ。さっさと立ちな。屈辱だ。まあまあ、プライドなんて、ワンコにでも食べさせちゃいなよ。それより、ここからの作戦が一番重要だから、心して聞いてね。普通は、タンクを倒すところだけど、今回は、完全にスルーでいいよ。倒しちゃうとまた無限脇が始まっちゃうからね。あのトラックの右側を通ってすり抜けよう。わかりました。はぁ、よし、うまく抜けたね。このまま進むと、タンクの有無関係なく、また無限脇が始まるから、パイプで引きつけつつ、アドレナリンを打って、一気に駆け抜けるよ。うっす。ステンバイ、ステンバイ、今だよ。と。これで多少の攻撃なら、受けても速度を落とさず走れるよ。よし、これでな。はぁ、まさかゼロを浴びるとは。そこまでは計算してなかったから、あとはもう、なんとか力ずくで切り抜けて。ち、うわ、あ、でもなんとか抜けたね。あとはヘリまですぐだから、ダッシュだ、三女ちゃん。ヘリはすぐそこだよ。早く進もう。いや、割とあいつら頑張ってるみたいだし、ここで敵を引きつけてれば間に合うんじゃないかと。気持ちはわかるけど、タンクも生きてるし、それはかなり厳しいと思うよ。あと、この近くにもタンク湧くからね。え、マジっすか。そりゃまずいわ。この切り替えの速さ、さすがだね。見えた、あれか。うわー、よし、ゴール。ってあれ、どうしたの、三女ちゃん。ここならタンクが来ても、最悪すぐ乗り込めばいいし。ギリギリまで待たせてください。ふふ、少し見ない間に成長したね、三女ちゃん。わかったよ。気が済むまで待っていいよ。ありがとうございます。ち、あのバカ野郎ども。アホ！ゆかちゃん。よかったよ、ゆかちゃん。無事でよかったよ。うわーん。乗ったわね。それじゃあ出すわよ。マキ、うちに帰ったらみっちりお仕置きだからな。へぇ。なんだ。コードが上がらない。何かが引っかかってる。タンクだよ。くそ。最後の最後まで邪魔しやがって。この筋肉だるま。ゆかちゃん。死ねやクソタンク。ガー。やったか。な。くそ。落ち。ゆかちゃーん。おっと、危ねえぜ。お嬢ちゃんは下がってな。え？お前、ニック。死んだはずじゃ。よー。お前ら、なんで？今まで散々足を引っ張ってきたからな。最後ぐらい腕を引っ張ってみるのも悪くないと思ってね。なんせ、三女ちゃんがゴールにたどり着いたから、俺らのリスボーン先がヘリの中になっただけさ。あ、無駄よ。だったら、さっさと死ねっつうの。私も結構間一髪で乗り込んだんだからな。いや、だから最初に言ったじゃないか。俺たちが倒れても無視して、行けってよ。ま、最後まで待っててくれて嬉しかったけどな。へっ、バッタ野郎どもが。へへ、いは、ズボ。ふふふ。あはは。ふふふ。シャッターチャンス。それじゃ帰るわよ、あんたたち。帰還パーティーの予約はもう入れてあるんだから。あ、最後にみんなでご一緒に。爆発落ちなんて最低。よし、落ちたな。かっこ橋が。
推し。会費は1日1万円な。忘れてたよ。えへへ。特殊だからね。もっと動画伸びてたら全部やろうと思ってたけど、現状じゃきついね。お待たせしました。あばよ。